いっちゃん、よかったら一緒に飲まない？じゃあ今回ね、さっちゃんのイベントでございます。じゃあ一緒に飲もう。そう来なくちゃ。最後はさっちゃんかな。これで多分6人来たよね。なんか、いろいろありがとね。え？何が？何って、菜の葉のこともそうだし、なんだかんだで助けてもらってばかりだなと思ってさ。えぇ、かわいい。そんなことねえよ。助かってるのは俺の方さ。さっちゃんがいねえと、おっさんだらけでむさ苦しくてしょうがねえよ。うん、確かに。それに、しっかり者のさっちゃんがいるから、俺も安心して前へ進めるんだ。こちらこそありがとうよ。一番さっちゃんみたいな素敵な女性に出会えて本当に良かったって。どこにでもこういうこと言ってるよな。一番やだ。一番くどいてるの？もう酔っ払っちゃった？酔っ払わねえと本音を言えねえほど繊細な男じゃねえさ。ねえ、一番はその彼女とかは作らないの？お、え？いや、その別にそんなに興味があるわけじゃないけど、ちょっと気になったから。そうだな、もちろん欲しいっちゃ欲しいけど、今それよりもやらなきゃならねえことが山ほどあるからな。全部片付けて落ち着いたら、彼女とのんびりするなんてできたら最高だな。ま、俺みたいなバカで無性上がりの男と付き合ってくれるような子いねえと思うけどよ。いや、もう5人もいるやん。もうつばつきおって。私は一番はモテると思うわよ、うん、そうそう、私も魅力的に思う子は多いと思う。うん、いいやつだし。そうか、本当に？ガキの頃からモテた試しがないぜ。一番が鈍感だから気づいてないだけじゃない？ま、癖はあるけど卑下する必要はないわ。一番はだいぶマシな方よ。もっとダメな男は世の中に5万といるわ。自信持って。そう、自信持って。有料物件だと思うぞ一番。さっちゃんにそう言ってもらえると心強いぜ。てか、さっちゃんはどうなんだい？え、私？なあ、その彼氏とかさ。さっちゃんモテるだろうから2、3人いてもおかしくないと思うけど。二股もよくない、ね、人を浮気者みたいに言わないでよ。ああ、いやいや、そういう意味じゃなくて、さっちゃん魅力的だからよ。狙ってる男なんてそれこそ5万といそうだなと思ってよ。まあね、言い寄ってくる人はそこそこいるわ。そこに認めるから好きだわ。さっちゃん好き。特定の人と付き合ってはいないわね。特定の人？そうなのか。いい男がいなかったのか。マスターおかわり、誰か好きなやつでもいるの？じゃあここが気になるな。誰か好きなやつでもいるのか。どうかしら。自分でもよく分かってないけど、まあそうなのかもね。かわいい。さっちゃんから好かれるなんて羨ましいな、そいつ。な、どんなやつなんだ？とりあえず、バカね。バカ？うん。バカで、ガサツで、死ぬほど鈍感。男友達とつるんで、騒いでばっかりいるようなやつよ。あらあら。最悪じゃねえか、そいつ。お前さんのことじゃないのか。最悪。でもね、いいところもあるのよ。熱くて仲間思いで、自分がどれだけ傷つくことになってもためらわずに誰かのために体を張れる。ガサツで乱暴に見えることもあるけど、本当はすっごい優しい人なの。へえ、かっこいいじゃねえか。さっちゃんが惚れたんなら
きっといいやつなんだろうな、そいつ。隣にいますよ。そうね。ちょ、ええやん、ちょっと。飲みすぎたかな。なんだか眠くなってきたぜ。飲みすぎよ。慢性的に疲れてるだろうし、ちょっと上で休んだら。あ、行く、久しぶりにあの部屋。少しだけ休むわ。なかなか起きてこなかったら叩き起こしてくれ。了解。本当に死ぬほど鈍感なやつ。さっちゃん、もう縛いていいよ、縛いて。あ、さっちゃん好きだなー。てか女の子みんないいよな、ゲーム出てくる。いいよな、龍が如くの女の子。なんか肝据わってて好きだわ、めっちゃ。毛布もかけないで、風邪ひくわよ。スーツで寝るのでなんか嫌じゃない？せめて上着脱いでほしいな。本当にバカなんだから。うわ、うわ、え、さっちゃん、さっちゃん一番。ガチでやったんじゃなかろうか。さっちゃーん、さっちゃーん。エリちゃんほっぺに中だったけど、あ、夢か、また。え、夢落ち、また。え、どうなんだろう。真偽はいかほど。キスは、え、あれれ、何寝ぼけてんのよ。なかなか起きないから起こしに来たわよ。そっか、夢か。そうだよな、うん。一体どんな夢見てたのよ。ああ、いや、その、すごくいい夢さ。そう、エリちゃんの時もそんなこと言ってたよな。なんだ、夢か。はあ、お、まだ続く。夢落ちだったのか、そうじゃないのか。またちょっとなんかマスターが絡んできそうだな。変わられてこいみたいな。いや、寝た寝た。おかげですっきりしたわ。しかし、リアルな夢だったな。おい、カスグ、顔は…やっぱりこの流れ。え、夢じゃなかった。寝起きだろう。顔を洗った方がいい。いやでしょ、マスターはさっちゃんにその後声かけるんでしょ。ちょっくら洗ってくるわ。あ、さっちゃんはほっぺちゅうなんだ。あいつどんな夢を見たんだろうな。そう、どんな夢かしらね。おお、ということでサブストーリードリーム終了ですね。じゃあこれで、ね、6またいけるわ多分。なんだっけな、こう2階の部屋に上がるんだっけ。あ、そうそう、あ、なんか発生してる、発生してる。これ始まりますよ、このね、あの透けこまし六股男に鉄通が下る時です。やっていきましょう。ふう、やっぱこの部屋は落ち着くな。よくわからねえけど、畳を見ると帰ってきたって感じがするぜ。大げさね。ん、ねえ、いっちゃん。ん？
この綺麗なイヤリング誰の？え？イヤリング？私のじゃないし、イヤリングをつけていた誰かがこの布団の上にいたっていうことだよね。これ誰の？なんだよ、イヤリングなんて知らねえよ。だが思い当たる節があるかというと、あ、いろはちゃん。ないと言えば嘘になるような来るぞ来るぞ。どうなの？私以外の女をここに入れたの？これはその女が落としたイヤリングってこと？やべえ、どうしよう。なんて答えれば。なんて答えれば。最後へのプレゼントはマスターのじゃねえか。全く身に覚えがない。これでいく？さっちゃんへのプレゼントなんだ。サプライズにしようと思ってな。驚いたろ。あ、あはは。これを私に。あ、さっちゃん、ちょっとなんか悪いことしたような気分。じゃあ。なんとかごまかせたか。ってなるわけないでしょ。こんな布団の脇に転がってる片方だけのイヤリングをプレゼントにするアホがどこにいるってんのよ。確かに。何何？あ、騒ぎ？何かあったんですか？いろはちゃんとエリちゃん。一番の布団から女物のイヤリングが出てきたんだけど、あなたたち何か知ってる？あ、は？あ、来たぞ修羅場。さあ、これを見てね、このゲーム終わりにしましょう。最終回になりますね。あ、リリカちゃん、給料もいいし、完全週休2日制、残業もなしの超ホワイトな求人が入ったから春日さんに紹介してあげよう。この参考書すっごくわかりやすかったから春日さんにプレゼントしよう。あ、宮越さん、そしてまた自習室で一緒に勉強なんかして。パワーも有効射程距離も大きく伸ばすことができた新型ボウガン、スミレスペシャル。春日さん喜んでくれっかな。あら、大海原資格学校の宮越さんとロマン製作所のスミレさん、なんで知り合いなんだろう。もともと知り合いなのかな。こんなところでお会いするなんて奇遇ですね。あ、うん、そうっすね。私はここのバーに用があって。あ、私もサバイバーに。へえ、あ、偶然。私もここの春日さんに会いに。あ、ま、待て、話せばわかるって。だったらわかるように話してみなさいよ。どういうことなんですか、社長。バイ。ちょっと表で頭冷やそうか。あ、春日さん？ん？何かあったんですか？はあ、実は。へえ、春日さんの布団に女物のイヤリングですか？ですか。なんだか他の女の子とも随分なお楽しみをしていたみたいですね。いや、それは深いわけがだな。いやー、さすがですか。ごはん、ちょっと、浮気検定も一級を取られるなんて。どこから出してきたのこれ。認定証が必要ですね。では、あなたの体に直接貼らせていただくので、ちょっと浮気脱いでいただけますか。この新作ボウガン、まだ試し打ちしたことなかったんだ、ね、みんな怖い。ちょうどいい的見つけちゃった。あなたにぴったりの求人ご紹介しますね。グパンチか、リリカちゃん。エンマ大王との最終面接、頑張ってください。春日さんとのチャット、クギバット、楽しかったな。でも、もう二度と聞けなくなるなんて。みんなどこから持ってきたの、この危ないもの。私、スミレちゃんはわかるけど、一度やってみたかったんですよね、クーデターってやつを。エリちゃんは何持ってんの？わら人形か。さようなら、春日社長。遺言があるなら聞いておくけど。さっちゃん、何かある？いや、待ってくれ、落ち着け、誤解なんだ。
女の敵には死あるのみ。ギャー、あ、脱がされてる。死ぬかと思った。いい女を6人も失った大事だな、こいつ。よくわからねえが大変だったな。マスター、俺も昔ある組織の武装ヘリ相手に蜂の巣にされかけて、うん、長い間生死の境をさまよっていたことがあってよ。へえ。だが幸運にもこうして生き延びることができた。人間のしぶとさと命の大事さってやつを学んだよ。そのことを忘れねえようにこのバーに名前をつけたんだ。サバイバーってな。ってな。だからおめえも強く生きろ。それで何があったんだよ。実は上の部屋でイヤリングが片方だけ出てきて、それで俺が女の敵だなんだと言われてこんなことに。あ？イヤリングってあれか？マスター、何か知ってるの？何か知ってるんすか？いや、去年の町内会クリスマスパーティーでプレゼント交換会をしたんだが。ちょ、かわいいな。女もんのイヤリングが。クリスマスパーティーって参加してるマスターもかわいいんだが。使い道もねえし、その辺に放っておいたんだが。そうか、あの部屋にあったのか。あの、それってつまり。すまん、なんか迷惑かけちまったな。じゃあこれ選択肢さ、マスターのものっていうのが正解だったのか。そりゃねえぜ、マスター。よし、ということで終わったね。これでこのゲームも守備力が大きく上がった。まあ、あんだけボコボコにされちゃうな。イヤリングの件、悪かったな。本当だよ。偉人町の町内会の連中に声かけて、春日は無関係だって伝えといたからよ。多分みんなの誤解は解けてると思うぜ。あ、ありがとうございます。マジか、助かるぜマスター。ごめんね一番。私が早とちりしたから。私もよく確認しないですみません。マスターのイヤリングだったなんて。何、いいってことよ。終わったことだし気にすんな。ん？でも他の女の子と春日さんは年頃な関係に。まあ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 、もういいじゃねえか。さあ先を急ごうぜ。俺らに立ち止まってる暇はないんだからな。ん？何かあったのか。さあな。よーし、おお、よかった、5回解けましたね。そっかそっか。ということで、じゃあこのゲームもここまでですかね。いやー、面白かったな、すごく。はい。で、最後はね、ちょっと、鉄槌が下って、で、マスターの、なんだろうな、まあ、マスターの策略というか、まあ、すべての原因はマスターにありみたいな、そんな感じの終わり方でね、面白かったですね、締め方としては。はい。じゃあ、龍が如くセブン、これにて最終回とさせていただこうかなと思います。いやー、ストーリーもね、キャラもすごい良かったからね、めっちゃ没入しましたね、このゲームね。ただ一つ気になった点といえば、まあ、戦闘かな？バトル。例えばさ、道路でバトルになった時に、まあ、ガードレールがあって、いや、春日たちがガードレールの内側にいて、で、敵がね、道路の方にいた時にさ、ガードレールをいちいち飛び越えていかなきゃいけないんですよ。で、飛び越えて敵に攻撃するんだけど、次のターンでまたガードレールの内側に戻っちゃってるみたいなね。ちょっとそこら辺がね、少し不便なところ感じたんだけど、それ以外はもう、かなり満点かな。面白かったゲームでございますね。本当にプレイできてよかったです、こちらのゲーム。はい、ということで、まあ、またね、いつになるかわからないですけれども、龍が如くシリーズの実況ね、やっていこうかなと思っておりますので、次は私はゼロかな。はい。
あの真島のおじきの話ですね、そちらをやろうかなと思っておりますので、始めた際はまた見てくださると嬉しいです。はい、ということでね、まあこのね愛着あるメンバーたちとねお別れになってしまうのすごく寂しいんですけれども、まああの次に進むために、はい、またあのまあ今回はちょっと終わらせていただこうかなと思います。いやー、もうめっちゃ愛着あるからなこいつらな、本当にもう終わりたくないよのやれることがあったらやりたいっていうか、まあドラゴンカードとかねちょっと覗いてしまったんですけれどもね、まあとりあえず、まあ、パーティーチャットもね全部回収できてないけど、8割ぐらいはやれることやったかなっていう感じなので、まあ個人的には結構満足でございますね。はい、ということで、まあ長い間の実況だったんですけれども、ご覧いただきありがとうございました。また次回作でお会いできればと思います。それではお疲れ様でした。ありがとうございました。